じゃあ年も明けてマジブサスでジャパンやりましょう。藤沢です。今日は春玉先生です。今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。いやお前は挨拶がねえのか。今年もよろしくお願いします。うわ、なんかあの父親にこうめっちゃ怒られて挨拶する小学生みたいな態度取りやがって。どういうことですか。え、ちゃんとあれおかしいな。まあ今年もこんな感じでねやっていきたいと思いますけど、いやー、 3週間ぶり大丈夫、去年ぶりですね。去年だからまあおおよそ1年ぶりですね。去年より前は覚えてないみたいな。うん、1年ぶりですね。はい、最後はね20何日で3か4かみたいな感じでしたよね、確か。まあね、あまり皆さんが海の向こうの方々が働いてないことを期待したいと思うんですね。それがね、まあ割とアップデート3回分ぐらい溜まってるんですけど、割と ありましたよ年末年始ね。はい、もう働かないで。もう年末年始どうでした。とりあえずあの、あったかかったね。ああ、確かに急にまた今寒い感じですけど、まあ、なんか、はい、波がすごいんだよね今年ね。去年のうちはね、あったかい言ってたよね。言ってたんですか？言ってました。覚えてないの？言ってましたね。あんで、あれでしょ？まあ、割と年末ギリギリまで普通に働いてたんですけど、なんだかんだで。で、年明けてね、まあいろいろありまして、本当にいろいろありましたけど、そっちは大丈夫でした？ああ、何事もなく、何事もなくかもしれないけど、あれだよね、こっち側としては、あの、成田、羽田空港が使えなくなった。そっちか、はいはい。うん、そっちもね、あれですけど。こういうことが起こるとさ、うん、まあ、北海道新幹線ってやっぱり必要だったんだっていう気持ちになるよね。あ、まあまだ青函トンネルがあるからマシでは。あ、だからそのなんていうの、北海道にたどり着くための手段が飛行機、まああのフェリーとかもあるけどね、うん、1個ではダメなんだっていうのがね、はい、陸路と海路、まあ、海路はねなかなか使いづらいものがあるんで、うん、やっぱり青函トンネルは必要だったのであったっていうのがね。まあ、ね、まあ、1日2日大変でしたね。まあ今もですけど、なんかうちもだいぶ揺れましたよ。震度4ぐらいだったんで。1月1日に起こるもんなんだねっていうのが、うん、まあまあ確率的にはそうどこでも変わらんけどって感じですけど、それをさ引くかねっていう、うん、365分の1引くんだぜ、うん、まあ、365分の1ってもうパチンコの大当たりぐらいの確率じゃん。ああ、粗品さんがね大穴当てて2400万寄付してました。いやー、あれはね、粗品さんをね俺は見損なったね。どうして、どうして。そう、あなたが先にやるべきはあの借金を減らすことであって、こうそういうことをしてる場合じゃないんだよっていう。はいはい、まあまあいいんじゃないですか。あの、粗品っていうか霜降り明星のあのお互い罵り合う漫才がこの年末年始見かけたんですけど、あの、うん、超面白いんで一回見てみてください。気の紛らわしに。あとはね、そうだな、まあなんか311とかの時に比べると IT 絡みであれこれってあんまり聞かなくなったなって感じですね。なんか
サイトが落ちたから何かしないととかそういう感じのことはやってないじゃないですか。というかそのあの特にキャリア、うん、電話のキャリアがさあの船基地局にしちゃうみたいな船を用意したりしたでしょう。知ってますね。あとスターリンクも乗せてね、うん、スターリンク大活躍だな、うん、スターリンクを持っていって使えるようにしたりとか、スターリンクがバックボーンにつながってでそっから電波出すみたいな、そういうのやってましたね、形だと思うんだけど、うん、なんかあの海上船の基地局でそういうの写真を見かけたりしましたけど、まあなんかサイトがどうこうっていうのもあんまり聞かなかったし、割となんていうのこれをしなきゃとかみたいなのはなかったかな。まあまだまだあれ大変ですけど、あとはそうだな、なんか年末にさ機材の調子が悪かったじゃないですか。あなたのね。ああこっちのね、はい。あれ結局さいろいろ見てたんですけど、あのやっぱりどうも使ってる機械の Windows のデバドラがどうもダメっぽいっていうのが分かって、お年末の最後の回はね、あの機械の標準ドライバーじゃなくて Windows 標準のドライバーにしたんですよ。そうしたら落ちなかったんだけど、あのループバックの音も入っちゃったから春玉の声が若干エコーかかってる感じだったよ去年はね。でそれがどうしようもなかったから、もう結局ね違うとりあえず違うメーカーの新しいオーディオインターフェース買いました。さすが金がある人は違う、買わざるを得ない状況になってしまったので、まあそういうわけでね、あの年末に勢いで買ってしまった後継バージョンのやつがあの都合2つ余ってしまったわけですけど、あのその前のやつのデバイスドライバーをちゃんと当てとくにしとくっていう選択肢はなかったの？最新を12月の後半ぐらいに中旬ぐらいに新しいバージョンが出てたんで期待したんですけど、あの治らなかったのでダメです。いやー残念、もうちょっとまた塩漬けしてみようかなと思います。あとはねまたパクエ先生が来たら機材の話をしようかなと思いますけど。いやしなくていいんで。しなくていいんで。ああ、あのそれはあのそういうラジオ立ち上げていただいた方がいいと思いますので。あそうっすか。わかりました。まあ、私からご案内できるのはもうなんかあの上内さんがご提案いただいた時に、まあ、じゃあ買えばっていうその一言、はい、あのだけ喋るボットなのでトラブルシュートをねちゃんとしようかなっていう感じです。よいしょ、ちょっとね今ねどうしたんですか？気づいてしまったんですよ、あのうちの NAS のディスクの再構築が終わってしまったっていうこと。ああ NAS 再構築してた。あのちょっとねディスクを入れ替えるというか新しいディスクを買ったんです。うん、まあ、年末年始はね大掃除の季節ですから、ちょっとね今というかこれ再構築して驚愕したのは、今回ね退役していただく 4TB のハードディスクの、はい、製造年が、はいはい、2017年、6年ぐらい前、6、7年前。なかなか頑張ったね。うん、ハードディスクは割と持つよね。いや、もうダメなやつ、一瞬でダメになるけどさ。ダメなやつ、ね、もうダメなやつは本当ダメだけど。あ、そういやさ、6年ぐらい前に、あの、同じぐらいの時期にさ、俺も8ポートの10ギガの
ハブを買ったんですよ。あーハブか。そんな話題を昔したことがあると思うんですけど、あれがね、あの年末壊れましてご愁傷様です。はい、なんかリンク上がってんだけどな、なんか全然通信がつかいかなくなって。っていうかハブ壊れるってシチュエーションに出会ったことがないんだけど。あ、本当、昔のバカハブとか壊れたことがあります。いやハブ、いや意外と民生品だからな、なかなか壊れないと。繋がってるんだけどスループットが数バイト程度みたいなとかねでも通信してるんだ。そう、あのかろうじて DHCP から IP をもらえるぐらいの帯域が出るんだよそれパケット1個じゃん。おいでさ、なんか全然なんていうの、通信ができないっていうか、おかしいなと思って、でも IP 取れてるしなって悩んでたんですけど、ハブ変えたら一発でなったんであで壊れたのしょうがないから、あのヨドバシで速攻10ギガのファンレスのやつがなかったから、もうしょうがないし、とりあえず急ぎでいい1ギガベースのハブを買いました。ああ無駄な出費が。いやまあ10ギガで8ポートって言ったら今いくら、3000円とか5000円とか。1ギガだったらまあ1万ぐらいで全然ある。え1万なんで1万もするの。1万もしなかったの覚えてないな。いや俺もうアリエクスプレスに体が慣れちゃってるから、そういう金額感で生きていないんだよ。ああアリはね、はいはいはい。何本の買ったんだっけな。1万円だった。1ギガ。静音。なんでそんな高いのかね。わかんない。まあ、それなりの買おうと思って。そんなことをしてました。そんなことかな。ということでね、はい、今からもう一回ね、電源を入れ直してね、最後の再構築、よいしょ、最後の再構築を開始しますので、部屋中にあのビープ音が鳴り響きますので、お前のレイドがぶっ壊れたっていう。はいはいはい。さてじゃあ3週間分のアップデートの話しときますか、ちょっと。じゃあ、まず、年末最後ですね、28日から。28日は、まあ、なんだろう。意外と、マネージドインサスのデイビーコピーと移動サポートが GA したりとか。なんか、アプリケーションゲートでね、あの、新しいマネージドルールが出て、これ、なんか脆弱性の話かな。うん。CV 出てるからね、うん、これのアップデートルールが出たり、あとはまあオートメーションとかはリタイア話ですね。 API というか、新しいモニターエージェント使ったりアップデートマネージャー使ったりしてくださいみたいな話です。割と年末はおとなしいかな。なんかすごいね、サポートの中の人のブログがすごい年末年始まで普通にありましたすごい皆さん更新されてました。ちゅう感じですかね。はい。で年明け4日次の週なんですけど、さっきの CV がフロントドアのやつにも来まして、ルールのアップデートね、 WAF の。あと Azure Maps はね、なんか新しい Power BI の中で使う Azure Maps で、あのバブル表示、この地域に何件データがあるみたいなやつのアップデートが来たりしてましたね。こういうやつね。その地域をズームしていったらバブルが 分裂していくような感じのやつ。なんか最近のオープンストリートマップみたいな感じかな。はい。っていうのが来たりしてました。めっちゃ今、警告音が鳴ってます。あ、那須さんが頑張ってる。はい、今ちょっと、ぶっ壊れてんのって言って、ぶっ壊したの俺なんで大丈夫です。はい。
あとは、そうだな、サポートの中の人が年末年始頑張って書いてるんですよ。はい。で、今週が、これはアップサービスなんですけど、あの、Linux のノードアプリで診断ツールが使えるようになったって話ですね。これ割と使える機能なんで活用してくださいって感じ。あとはロジックアップスはね、なんか動的スケーリングのパフォーマンスが上がったみたいな話ですね。ロジックアップススタンダードでスケールアップスケールダウンの時にだいぶ速くなった感じかな。アルゴリズムが変わったっぽいんですよね。 VM はね、プレミアム SSD V2 とウルトラディスクでトラスティドローンチサポートが実現したりとか、あとこれはデータエクスプローラーで AZ 対応かなっていうのと、アパッチフリンクコネクタっていうのがあるんですけど、これがデータエクスプローラーに来ました。去年ぐらいにあの AKS とかあっちには来てたんですよね。それがデータエクスプローラーにも来ましたって感じです。ストリームアナリティクスはノーコードエディターのアップデートいろいろって感じです。はい。あとは AI サービスはビデオインデックサーなんですけど、あの動画の分析をする API で自分のその解析用のモデルを使わせることができるようになったので、これ例だと車種を、車の識別をするモデルは使って動画の中の車種、今までだったら多分車みたいなのしか認識できなかったのが、もっと細かく車種を特定できるようになるみたいなデモですね。でもどんだけわかるのかな。このシチュエーションってさ、もう、うん、後ろ、左の後ろの車とかさ、うん、もうなんかもうライト光ってるから逆光になっちゃってもうよくわかんないみたいなのとかもさ、でも外側の形だけ見たらなんとなくここら辺みたいなのってわかったりするのかな。これね、あれなんですよ、あの自分のモデルだから精度は自分が作ったモデル次第です、うん、だから頑張って学習させたモデルだったら特定できる。でも頑張ったらできるのかな、そういうの。できるんじゃない。これ面白いのが、あのこれ概略図的なんですけど、 AI ビデオインデクサーからイベントタブに飛ばしてファンクションズアップで、そこでコンピュータービジョンで自分のモデルで解析させてるんだと思うんだけど、あの多分あのフレーム単位で画像飛ばしてるんだと思う。そこでビジョン、コンピュータービジョンでカスタムモデルで解析させた結果をこうまとめて表示してる感じな気がするな。すごいことになるね、はい、割と面白い使い方してる。でコミュニケーションサービスは、1月アップデートまとめていくので、通話に関する診断と、ウェブ JavaScript の通話のアップデートっていうんで、メディア品質の状態管理とかビデオ制限だったりとかデータチャンネルが来たりってしてますね。スプリングアップスはエンタープライズがあのセービングプランというので割安のやつ、あれの対象になりましたとか、ロードテスティングがキーボルト使えるようになったとか、そんな感じですね。 Windows はね、これそういや今ちょうど CES アメリカでやってるじゃないですか。あれで、新しいハードとか PC いっぱい発表されてるんですけど、あれの中でコパイロットボタンが増えるよっていう話です、うん、なんかキーボードに新しくコパイロットボタンを作りますって。そうそう、これ実際にその実機が展示されてるブースで見た写真っていうのがあって、コパイロットボタン、右ウィンドウズキーの代わりっぽいね。
もそも Windows キー、いやーでもな、たまに押すな。Windows キーは割と押すんだよな。たまに押すな。でも右と左両方いるかって言われたら絶対いらないってことだよ。そうなんだよね。左 Windows キーだけでいいみたいな。てかコパイロット Windows って Windows キープラス C で開くんだけど。ちなみにあのコパイロットイン Windows が使えない OS とかだと、昔ながらの Windows サーチが開くらしいです。配慮だね。配慮ですね。はい。あとは .NET は、静寂性の対応でパッチが出てたりとかかな。中間時でこの 2,3 週間ですね。MS の社長は年頭挨拶とかしました。あとは、あ、なんか、ルシノビッチ先生がイグナイトでも言ってた、GPU をうまく効率よく使う話のネタなんですけど、その中でその VLLM とかの話もあって、っていうか、この Azure Research System っていうサイトがあって、インフラというか、あっちにまつわるリサーチのプロジェクトが全部ここにまとまってる感じですね。今まで何回か見たあのファンクションズでいかに効率よく使うかとかさ、あの電源が落ちた時にいかにうまくその冗長電源を分配するかみたいな話があったじゃないですか。もう L0 からよくわからない、 LX かもよくわからない話までだよ、ね、そうそうそう、 あの辺のプロジェクトというかやってる人たちの論文とかがまとまってるサイトなんで割と面白い。あのパッと見てすごいなって思うけどあんまり自分たちで活用できないネタが転がってる感じです。まあこれにねこうドキドキしちゃう人もねいらっしゃると思いますのでね、まあ、サーバーで見てあげてください。はい、いっぱい面白いのあるんで見てください。で、CS ネタとかですね。まあ、インテルに、AMD に、NVIDIA に、みたいな。AMD はね、AI チップみたいなの話かな、これ。もうなんか AI チップ乗ってくるのが前提みたいな。NVIDIA は、NVIDIA さん、新しい4000番台のチップ出す話が出てましたよね。ああ、なんだっけ、スーパーとか。うん。うん、RTX A840GB GPU みたいな。はあ。あれなんですよね。なんだっけ、今、ちっちゃい LLM って、パラメータ数が17ビリオンとかだと、13ビリオンとかだと、は、まあ、割と、まあまあ使えるかなっていう感じのレベルに なると思うんですけど、うん、あれが動く GPU がね、多分 VRAM が12だとしんどいんですよね。16ぐらいないと。そう。なんかね、VRAM の多い安価なやつか、あの、もう、なんか今、LLM 界隈燃えてるじゃないですか。あの、ニューヨークタイムズが訴訟したりとかさ。うん。だからもう、なんていうの、あんまり学習パラメータ数に頼らないSLM とかでもっとこうローカルに優しいモデルを作ってほしいなっていう気持ちをモヤモヤしながらこういうニュース見てました。ちょっと足らないですよね。で、量子化してモデルちっちゃくするとアホになるしなみたいな。でもやっぱメモリ足りないっていうか、そのやっぱあれだよね、あの4000倍段台になって、あのキャッシュか GPU にキャッシュ入ってきたりとかしたけどさ、うん、やっぱ外部のメモリ遅い問題が多分顕在化してると思うんだよ、ね。まあめちゃくちゃ遅いですからね、しょうがないね、うん、だからね、あのメモリ早いメモリってやっぱりあの量が乗っけられないんで、そうね、っていうトレードオフになっちゃうのよねっていう、まあ、あとマザーにメモリたくさん積んでたとしても GPU とのバスがもう圧倒的に遅いからさ、うん、
いやー難しい。あ、でこれ、あ、だから、はい、そのうちあの普通のその DDR、 違うわ、普通のね今使ってるようなあのメモリ、メモリ外付けのグラブとか出てもいいと思うんだけどね。もう目的がそれだろうみたいな感じです。うん。あ、あとは CS で新しい PC でも見ますか。これ変態のやつですね。2画面出た液晶タブレットで、もう完全に PC とタブレット割り切ってる感じのやつです。ちょっとね、ASUS さんこういうことしがちよね。これね、単独だったら Android タブレットなるんだっけ？あれ違ったかな？いや、PC って書いてあるよ。Windows 11 PC って。あ、で、つなげたら PC になる。うん、っていうやつなかったっけ？うん？本体、こう、本体、から分離したら Android タブレットになって、本体つなげたら PC になるっていうやつが、これだったか忘れたけど、どっかにあった気がするんだけどな。どれだったっけな。まあそういうのもあるんで、割とねリッチなんだよな。グラボも4000番台のが乗ったりしてるし、そろそろラップトップを買い替えたい時期なんですけどね。お、そうそう、谷口さんはそんなにもう金がうなりを上げてるんですね。ないから困ってんだよね。 XPS14 とかちょっと欲しいじゃないですか、やっぱり。あの、はい、もうね、持って歩けないノート PC とかいらない。これ14はまだ現実的で。いや、2キロとかでしょ。それ XPS16 の方でしょ。え、14って2キロないんだ。14は多分ねちっちゃい方なんで、まだ全然大丈夫だと思うんだけどな。どっかに細かいスペックないかな。でもそれでもね、RTX4070 が乗ったりしてるんだよな。いやー、それ2時間ぐらいしか動かないやつでしょ。バッテリーで。14、2キロもなかったと思うんだけどな。まあまあ、今持ってるやつがさ、去年末にイグナイト大阪でさ、挿してつな外部モニターに出力しようとしたら認識しなかったりとか、なんかちょっとあれなんで、あとバッテリーがもう瀕死なんで、ちょっとなーと思いながら。いや、やっぱね、最近というかここ4年くらいね、やっぱ PC には SIM が刺さってないとダメだっていう生活になってしまったんでね。 SIM ね、 SIM あると便利ですね。 eSIM でもいいんですけど別に。あ、いや、 PC に eSIM ってどうやって入れんのっていう問題がなかったっけ、対応してるの。いや、今使ってるサーフェイスアーム版サーフェイスは eSIM 対応してんだけど、うん、eSIM の入れ方がわからん。携帯ネットワークっていう画面があるらしいよ。あ、それだから携帯ネットワーク、ネットワークのところに eSIM プロファイルっていうのがあるらしいよ。普通に設定の中に eSIM の設定があるっぽいよ。もうなんかもうよくわかんねえ。eSIM ね。うん。あ、最近の iOS が家の Wi-Fi のアクセスポイントの設定を忘れたり、あとは覚えてるのに繋がらなかったりして超イライラするんですけど。なんで？これね、おじいちゃんだからです。おじいちゃんだったら忘れちゃうの。うん。そっか。
あとは、ウォルマートが AI のなんか生成 AI のなんか機能を入れるとかいう話が話題になってましたね。そんなもんかね。3週間割とダラダラってアップデートがありましたけど、あとはドキュメント絡みとかも割といろいろみんな年末年始に書いてくれたのかなって感じですね、その中の人ね。まあ年末年始にっていうか、まあ、年始の一発目にね、まあ特段やることもないしから書いとこうみたいな話ですかね。わかんないけど。おい、はい、そんな感じです。いやー盛りだくさん、やっとなんか日常が戻ってきた感じがしますけど、まだ年末年始のダラダラした生活の体の反動が戻ってないです。いや、やっぱり今年さ、うん、1月5日に働いたぜと働かないぜがいたけどさ、はいはい、いや働いたぜ、働いたっていうか、なんかこのタイミングでやっとかないと、もうなんか全てが忘却の彼方に行くと思ったんで。はいはい、これも結局なんだかんだ半日ぐらいは働いたぜなんですけど、そう、なんかうっすら働いた、フルスピードで働いてないけど、なんか年末に話があって、年明け11日にちょっとあの POC で使いたいみたいな。いや確かに日数的には2週間以上ありますけどもみたいな。それはそれ、そう、それはそれ。やりましたけど。そんな話はあるんでね、あの 年明けて3連休終わったらいきなり9日とかなんですけどみたいな。うん、まあまあそんな感じです。今年も忙しくなりそうだな。そんなことないと思いますよ。本当に？いや、もうお仕事いっぱい用意して、こちらはもう、あの森島さんにお願いします。あ、いや、もうそこはもう御社あの全員野球で、いいです。一員としてね、全員野球でやっていただきたいなっていう。あの森島修平っていうスタープレイヤーに全部任せます。なるほど。御社の方針としてはそのような方針であると。はい。そういや、あの新しいフルフェイストラッカーっていうのが出たらしくて、これ。これね。なんと口とか舌とかそういう動きも全部トラッキングできる。よりエロ。より表情豊かになる感じです。これつけると、これ多分トラッカーだけなんかな。口のところ。だから今持ってる。XR エリートとかにこれをつけると、なんか口の状態まで取れるから、もっと表情豊かにできるっていう感じです。あ、そうだそうだ、Apple の、あ、ビジョンプロ、うん、ビジョンプロ、はいはい、2月に出るんじゃなかったっけ。確か2月2日ぐらいに発売って書いて、今チラッと出てたんだけど消えた。発売日が2月頭じゃなかったっけ。2月2日2月2日だよね、うん、アメリカだけだよね、まだだと思うね。
こういうやつになると輸出許可がどうじゃらみたいな話になると思う。あるよね。だからね、なんかアップルはその VR とか XR とか AR って言わないでって言ってるらしくて、このビジョンプロに関してはもう知らんがな。なんだっけ、スペシャルコンピューティングだっけとか、なんかそういう感じの言い方をしてるね。これはこれでちょっと欲しいけど、最近なんかその PC の話もあるんだけど、ラップトップの話もあるんですけど、やっぱり iPad でも十分かなっていう気持ちもだいぶまたあって、なんだっけあのスマートグラス的なあるじゃない、スマートグラス的なやつ、この Xreal Air とかね、 AR グラス的な、ああこれ、はいはい、iPad に挿したら別にいいんじゃないとか思ったんだけど、これはそれはそれでうん、ちょっと使いにくいなみたいな思いながら、今話してて思ったんだけどさ、はい、メガネ屋さんにさ、だいたいこうメガネ洗い超音波洗浄機とティッシュと置いてたりするじゃん、シュワーってするやつね、はい、うん、これスマートグラスそこにぶち込めないとさ、めちゃ汚いと思うんだよね。スマートグラスはぶち込めないね、壊れちゃうね、きっと。メガネってさえさ、うん、なんかこうたまに超音波洗浄機に入れるとさ、わーわーっていう時あるじゃない。はいはいはい。いや、なんかスマートグラスとかすごいことになりそうですけどねえって。あ、気にしたらダメです。あ、気にしてください。やっぱ上吉さんのスマートグラスなんか臭い。あるよね。なんかどこだっけ、タイか、なんか原付タクシーみたいなのがあるんですよね。ああ、はい。で、客のヘルメット貸してくれるんだけど、共有、めちゃくちゃ臭いっていうか、なんだ、普通の車のタクシーでもなく、いわゆるトゥクトゥクと呼ばれているものでもなく、ただの原付に乗っけてくれるやつ、ね。そうです。で、一応ヘルメット貸してくれるんだけど、超臭いね。そうね、いろんな人のエッツがね、はい、はい、あります。いろんな人のエッツが詰め込んだやつだからね、ちょっと辛いものがある。まあ、メガネは専用ですからね。おー、これごついよな。まあ歴戦の重さたちが買うはずなんで、うん、買わない、ジャパニーズは買わないわけがないんで、ね、一時期ねちょっとだけ円高になってたけど、違う、円安になってたけど、今また戻っちゃったんで、為替的にはしんどいな。なんか朝そういやテレビつけてたら、いきなりニュース速報の音が鳴って、ああなんだと思ったら、なんか日経平均が何年かぶりに3万5千円みたいな、あー、バブル後最高値ですよ。あー、バブル後なんだ。おいおい、円高、あー、株価はいいけど円高の円安のせいでひどいんですけど。全然俺たちに恩恵がないんですが、どうなってるんですか。ここで新しいニーサです。ニーサやります、やってます。うん、あ、まだ買ってないけど、積み立ては設定してあるけど、はいはい、残りの方は何も手つかずに、成長投資枠だっけ。ああ、そうそうそう。まあね、あれを、あの枠をどっちも全部埋めれるぐらい
資産に余裕があったらこんなに困ってないんですよ。いや、お前それもないのか。お前の貯金200万もないのか。大丈夫か。いや、貯金じゃなくてその投資、毎月積み立てのとかね。いや、でもさ、なんかカードで積み立てとかさ、はいはいはい、なんか月5万とかさ、月10万とかさ、割とえぐいよね。毎月10万持ってかれるのってえぐいよね。毎月のカード請求はね、はい。割と心に来るよ、毎月カード請求。10万って、カードしかもそれスタートラインだからね。そうそう、カードの請求なんてさ、それだけじゃないじゃん。で、まあね、何日かにドンって来るわけじゃないですか。あってみたいな。辛い。俺なんかクレジットカードの積み立て徹底したその翌々月あたりに、うん、あ、なんで俺こんなに金使ってんだって思ったら、あ、デフォルト5万円スタートなんだなっていうことにやっと気づいて。はいはいはい。いやー、おーってのありますよ。いや、でもさ、20代絶対無理だな。30代でもさ、毎月あの10万円ずつ積み立ててくださいってさ、うん、それはなかなかって感じだったよね。辛い。うん。なんか若い時全然お金なかったな。なんでこんなにない。え？今もガッポガッポのね。今もないんですけど。今あれでしょう、あの千両箱でできた椅子に、ね、玉座に。千両箱で、ね、盗賊か何かですか。完全に海賊ですね。千両箱だったら五右衛門的な感じです。ああ、毎月のようにオーディオインターフェース買ってる場合じゃないです。いや、毎月のようにオーディオインターフェースを買っても買っても。なんか21世紀そういう妖怪出てきそうだよね。え、オーディオインターフェースを買い替えても買い替えてもよくわからないホワイトノイズがあって、オーディオインターフェースとマイクね。パクエ先生マイク何本持ってんだろうな。パクエ先生結構買い替えては古いのを売りに出してるから手持ちは少ないかもしれない。あ、だからあの、なんていうの、手持ちマイクは何本までって決めとかないともうダメよ。あ、はい、俺もマイクはあれから買ってないんで大丈夫です。もうダメですよ。エアの隅っこに隅マイクとかしてたら絶対ダメですよ。でもさ、あの1年の振り返りで買ったもんとかちょっと見てたんですけど、あのね、なんだかんだでこの3年間ぐらい毎年のようにマイク買ってることを書いてる。年1本買い替えてる感がある。今使ってんのこれ、ね、今ガンマイク使ってるって。もう積みマイクがどんどん積まれていく。はい、しょうがないです。あ、でも今使ってるのだいぶ安定していい感じがするんですけど、どうですか？マイクの話？マイクの話。いや、マイクとオーディオインターフェースどちらの話なのかっていう話があるからね。タッチはね。あの2つは掛け算なんでね。マイクとインターフェースは。アコムに行ってこい。え？アコムに行って金借りてきてくればいいんじゃないですかね。これね、やっぱアコムに行き、なんだっけ、レイクに行き、どっかの楽器メーカーとかがマイクとかあとオーディオインターフェースの多分レンタルをやってて、それで相性を確かめてから使うべきだよね、本当は。でもなんかやってるよね、オーディオインターフェースのレンタルとか。コロナが流行った時にリモート会議用の会議室に置く、うん、あのマイクセットみたいなのあるじゃん、テーブルに置くやつ、ね、でかいやつね。そうそうそう、割とああいうののレンタルお試しみたいなのが流行ってたと思うんです。あれ1個10万ぐらいするじゃないですか。そう、あれ高いんだよね。
あれをレンタルで試すみたいなのが過去メーカーさんやってた気がするね、ヤマハとか。うん、でもあれ未だにさ、うん、お手軽なものないじゃない。ない、ね、なんか1個5万割と3万って加減だと思うんだけどな。まあでもあれちゃんとしたやつはね、なんていうの、全然性能が違うからさ。いやでさ、それがさ実感できないじゃない聞くの向こう側だからさ。まあそうなんだよねあのほん安いのってさ、ちょっと離れたら全然聞き取れないとかさ、まあ、明らかに音質が悪いとかあるからね。なんかそういや、あの MS の品川の会議室の天井につけるやつとかもね、新しくなってったじゃない。ああ、何ゼンハイザーのやつとかあったよね。あ、そうそうそう、あれかなり性能いいんで、うん、あれすごい。もういくらするかよくわかんないでしょあれ各部屋についてるからねすごいよね。だってもう、おいくらですかって言われたら、あのお問い合わせくださいってやつグラボとね、オーディオは沼ですわグラボ、新しいグラボはなかなか魅力的な値段だよね。スーパーとかもさ、あれさ、スーパーって名前ついて安くなってるでしょ。4080か4080スーパーね。何がスーパーなのか今一応ちょっと分かってないですけど、コア数増えてるはずなんだよね。コア数が増えてるな。増えてるんだけど、うん、無印4080よりも安い値段で出てくる多いんだよね。なんか多分世間的に今みんなが求めてるのはコア数じゃなくて VRAM なんだよって思ってると思うんだけどそれはね、そっち陣営なんでそっち陣営かなんか、はい、日本にさ、NVIDIA の工場ができるじゃん。そうなの？ NVIDIA の工場なの？委託というか生産工場ができるんですけど、あの、どう NVIDIA 中国に出荷したいから日本経由して脱法じゃないけどアメリカの法律を逃れようとしてんじゃないかっていう疑惑があの、あ、輸出規制とかね、あるので、ね、まことしやかに言われてますけど、いや、やっぱそこまでして NVIDIA さんは中国に輸出したいんだろうね。何があるのかは知らんけど、ああ、やっぱ大量に使われるんじゃない ?LLM とか LLM 様々なんだけど、早くあのなんていうの、安心できる未来になってほしいずっと揉めてるよね、著作権だったりそのコンテンツの権利の話。いや、もっとこれから揉めるでしょう。揉める要素しかないでしょう。お、あのこの分野には詳しくないんで教えていただきたいんですけどあの検索エンジンのインデックスと LLM の学習は何が違うんですか？あ、いや、だってそこにこう、それでクビになる人が出てくるかどうかだよね。最終的に言うと検索インデックスはなんか許されてる感があるのに、 LLM の学習はなんで目の敵にされてんだろうって思ってんだけどこれよ、あんまり大っぴらに言うと炎上しそうだから言わないですけどだってそれはさ、はい、それ別に言ったってさ、それはあの日本人全員にさ、それを聞いたところでさ、そこに何も興味はないけれどもさ、そうだね、うん、でも最終的にっていうか、だって去年の話でさ、なんだっけ、脚本、アメリカの脚本、はいはい、業界と、俳優協会がハリウッド、ハリウッドの、はい、結局あれってさ、あのおまんま食いっぱぐれるぞこのままだぞっていうのが、うん、あの事の発端なわけじゃない。
はいはいはい。で、それがさ、どんどん広がるしかないじゃない。うん、その生産性が上がるということはそういうことなので、あの生産性を上げるということを実現するための手段としてね。あれはまたちょっと別の問題じゃない。その検索とは別で。どっちかっていうと、その、ハリー・ポッターの内容が LLM 知ってるみたいな話があったじゃない。うん、まあ、ニューヨーク・タイムズもそうなんだけど、うん、だからニューヨーク・タイムズの記事が LLM の中にあるみたいな話でもしてますけど、それって検索エンジンで検索した時に出てくる内容と、あんまり変わらない気もするんだけど、なんでそっちは、なんかあんまり責められてなくて、LLM は怒られてたっていう。それってやっぱり意味を持っているかどうかじゃないの。難しいね。意味か。だってベクトル空間で検索するっていうことは、そのベクトルっていう意味の空間の距離を取るわけじゃない。それは検索もそうなんじゃない本当にだってそこに検索でさ、コンテキストがないじゃん。コンテキストの話なの？だってその内容のコピーがあるわけじゃないですか、何かしら。それの話、まあなんかニューヨークタイムズでもいいけどさ、その人たちが持ってる著作物をのデータを持って自分のビジネスにしてるわけでしょ、検索エンジンも。うん、それはなんかもう公共のものサービスだから OK みたいな許され方をしてるのに、 LLM はなんでこんな目の敵にされてんのかなっていうのが素朴な疑問である。この分野の素人からの意見ですけど。それだとしたら、答えとしては、そういう慣例がないから。なるほど。検索エンジンはいつなんか慣例として OK になっちゃったってこと。なるほどね。燃やすんならどっちも燃やせよって思ってるんですけど。検索ってね、多分あの古来から存在してるわけで。古来。イニシエはインデックス検索だぞ。ヤフー検索さんだぞ。いやいや、もっと前で、あの図書館の図書館で本を探すあのカードってわしわしやってたあの頃だよ。司書さんが偉いってことね。司書さんが偉い。なるほど。司書さんは最強だと。はい。司書さんが知らなかったら出てこないんですよ。本があってもインデックスに載らないと引っかからないんです。あれ知らない？本の図書館のところにある図書カード。図書館にある本全部、はいはい、あの、何？ちっこいカードに。うん、1個ずつ書いてあって、それがなんかこう専用の大きさの棚にこうズボーンって入ってる、あれご覧になったことない？どれのこと？わかんない。どれのことを言ってる？図書館で本を検索するときにコンピューターなんかなかった頃の探す手段だよ。どういうのを言ってんだ。昔の話ってこと？うん。これこういうの？ああ、それ。そう。カード目録。このね、なかなか独特なサイズの。はいはいはい。ああ、これは知らないな。あ、知らない。検索ってこれじゃん。つまり。なるほどね。はいはいはい。これインデックスってことね。うん。これは、インデックスとしてちゃんともう一個一個あるけど、これを探してくれる、これを探さないとまずいけないってことで。結局登録がいるんですよね。
まあ、図書館は絶対登録してるんだけど、すごいね、手書きなんだね。いや、それはあのコンピューターなどなかった古の時代の話だね。確かにそうだな。お、春玉の本もきっと国会図書館に入ってるはずだな。お、入ってんのか。真壁さんの方も入ってるでしょ。入ってるんでしょうね。うやうやしく、ね、国立国会図書館なんていう、もうあのいいんですよ、もう内容的にもう役に立たないやつなんで。あ、年末ね、年始ぐらい、年明けぐらいにあのアジュールの入門書がないみたいなんで割と盛り上がってましたけど、まあその手の話は昔からあるからな。なんかいや、まあ本があるからわかんのかっていうのはね思いますけどね。いろいろね言いたいことはあるんですけど、結局いやでも望む答えにはなかなかならないんだろうなと思って。最近の若いもんは大変だねっていう、あのクラウドにたどり着く前にね、L1 から L7 まで全部やらないと一体この機能はなぜ必要なのかっていうのがさっぱりわからないっていうのがね。深掘りする話が多いよね、関連するのが。なんか本当に初学者が勉強するのはだとどう掘り進めていけばいいのかなっていうのは割と悩ましい。うちの例えばさ、子供に一からクラウドを説明するときどうしようかなみたいな感じです。あ、でもさ、小学生でもうすでに IP アドレスを知った体になってるからさ。そうなんだよね。だから使ってる部分は、その知識はなくても知ってはいるんだよな。そう、だから説明してる間に、あの小学校の頃にやったあれなんだろ、これみたいな、今これで出てくるみたいなのが、どうなってるか分かんないけどサーバーが止まってるからゲームに参加できないみたいなことはさ知ってるわけだよ。まあ難しいよね。だからサーバーは大事にしようって思うわけだよね。君たちがそれを作る側に回った時、地獄が待ってるぞみたいな。そう、まあちょっとね、なんかあのせっかくすごい紛らわしいドメインを持ってるから、なんかドキュメントとかの入り口になるポータルを作りたいなとはずっとちょっと思ってるけど、なんか適切な情報とかを見せ方が難しいなと思って。マイクロソフトラーンって呼ばれてるものじゃないんですか。そうなんだよな。だからラーンとかを、書籍とかをまとめたペラページを作って置いといたらなんか役立つかなとか思いながらモヤモヤしてる。年末年始モヤモヤしてた。うん、ね、なんかね、あの入り口は何個あってもいいんですよ。いや、もう多分ね、その入り口を作ることにもはや意味はなくて、一番いいのはあのこれからキーボードの右側に入ってくるであろうコパイロットボタンを押す、そして聞くっていうのが一番いいと思います。割とそれが正解だと思っずっと思ってんだけどね。だからなんかいろんな人にそのあったらとりあえずコパイロット使ったらとか、ビングチャット、今はコパイロットですけど使ったらって思うんですけど、みんなとりあえず聞いたらって感じですよね、検索するんじゃなくて。最近あのハルシネーションって言い方あるじゃないですか。英語と？え、生成AI 絡みでね、幻覚ハルシネーション。ああ、あれか、嘘答えちゃうみたいな。うん、はいはいはい、あれをハルシネーションって言い方がちょっとあれだから違う言い方にしようみたいなのをマイクロソフトがドキュメントでどっかで書いてた。そうなんつってたっけかな。そう、それをね書いてたはずだから検索して調べたいんだけど、もうハルシネーションって言っただけでクソみたいなハルシネーションの説明ばっかり出てきてさ、そうじゃないんだ、それはいいんだ、もうそうじゃないのを調べたいんだって。
で、コパイロットさんに聞いたら一生懸命ハルシネーションの説明してくれるんですよね。それはいらない、言うな、説明するなって3回ぐらい言ったらやっと分かってくれたけど思った答えにはならず、いやー、なんていうの、すごいバズったワードというか情報に流されやすいから、それはそれで困るなと思いながら、でも検索よりはマシな結果が返ってくるなと思ってコパイロットは、やっぱりそのうちこうあれだよね、ちゃんとこうやっぱり結局こうあのそれぞれの分野であのちゃんと教育してあげないと、もうなんかこれより先無理だなみたいなのってさ、割と手前にあるよね。あるよ。だから LLM でパラメータぶっこんだっていう世界はもうちょっと先が見えちゃったので、ちゃんとした知能をこれから作っていかないとしんどいなっていう。学習そんなにいらないけど、なんていうの、知能として賢いのが求められていく。言ってるからな、知能としてはね割とあると思うのよ。あるかな、今知能としてあると思うんだけど、こちらが期待する常識がないんだよね。あ、難しいね、だからアホに見えちゃうっていう、まあ、だからこっちの言ったことはすっごいよく分かってくれるんだけども、あれ分かってないって、ただの確率だもん分かってないって分かってるように思いたいだけですよ今の。いや、それ分かって触れてるんだけど、要するにそう返すものがないから、あ、その後ろのね、後ろにこうあるこの知識ストレージがないっていう一つ目の問題と、うん、こう分かんない時にちゃんと分かんないって答えるっていう選択肢があるっていうことをなかなか選んでくれないっていう 第二の問題があると思うんだよね、はい、新人に分からんかったらちゃんと分からんってくれってはい、アザース、おい、御社の新人ですか。いや、あれでしょ、質問したらなんかぶん殴られるんで、俺知ってるよ。はい。じゃあまあそんな感じでね、今年1年もまたやっていきましょうか。とりあえず1時回ってるから。の、はい、今週はこの辺で。はい。はい。来週はまあ、普通です。え、はい、って何？ああ、2月のカレンダーみたいな。18です、ね。はい。来週はいつも通りって感じです。じゃあ、年明け一発目これぐらいにしときましょうか。じゃあ、お、なんか吉本新喜劇で聞いたことあるよな。はい、ないけど。今日はこのくらいにしたるわ。ああ、はいはい。乳首ドリルですね。というわけで、また来週また来週、さよなら。